YouTube T です。ご機嫌いかがでしょうか。今日はもう一回やったことのある 82Z と 87Go EX の、サクソンの吹きクラブですね。一回やったことあるって言いましたんだけど、ちょっと前に 82Z と 87Go 一回吹き比べて、でもその時はこういうちょっとしたマイクとか携帯だけで撮っていたので、あんまり音の違いは分かんないっていうコメントも来てたので、もう一回やりたいと思います。あと 82Z やっとまた吹ける機会があったので、吹き比べやってみよう、もう一回やってみようと思ったので、今日この動画を撮っています。あとこのバイクではちゃんとにこの前吹き比べじゃない吹いてみた動画を作ってみたんですけど、リバーブをたくさんかけてたけど、今日はもう素の音だけで、ただ皆さんに聞きやすいようにマイクをつけてるだけで、全然リバーブとかエフェクトはつけません。さあ、僕も全然超久しぶりに吹くので、どっちがどっちかっていう、多分目を閉じて聞いてみたら分かるのかどうか、ちょっと今日やってみたいと思います。さあ行きましょう。はい、まず最初の楽器はカスタム EX875EX のヤマハのサックスなんですが、僕にはもうすごいプロのサックスですごい買ってもらった時にめっちゃ嬉しかったんですけど、形からいきます。このベルは他のジャズサックスと違ってすごい小さくてコンパクトな音が出るんだけど、テーパーがすごい、狭いです。でこれだと部屋全体に広がっていくんじゃなくて、ちょっと強い音がコンパクトに出る感じがイメージがありますね、僕には。あとこのサイドキー、後から違いが分かると思うんですけど、ここを見てみるとちょっとここのサイドキーが斜めに上がっていくの分かりますよね。で僕が吹いてる間に昔 82Z を吹いてて、そしてそれ1回売って 875 にちょっと変えたんですけど、1回変えた瞬間変えた瞬間じゃない、変えて1回吹いてみた時にこのサイドキーがすごいポップしてるのをに気づいて、すごい違和感を感じたんですけど、だんだん慣れてきましたね。で次に82Z ですね。こちらは全然さっきよりポップしてなくて、ちょっと下がる感じですね。ここあんまり上に上がってなくて、僕にとってはこれが普通でしたね。あと他のキーもこうやって小さな、僕の指はあんまり長くないのであんまり大きくないから、この楽器はすごいボタンがあんまりポップしてない。さっき言い忘れたんですけど、 875EX ではすごいこのキーがもっとこの感じに設定されてて、最後までプッシュしないといけなかったんですけど、でもこれはもう最初からちょっとだけプッシュされてて、それにちょっとだけ力を加えるだけで最後まで音がちゃんと出ます。はい、それではちょっとスケールを吹いてみましょう。はい、これからスケールを吹くんですけど、今日使っているマウスピースはオープニングサマーの7 の, ダダリオのセレクトジャズですね。結構ジャズマウスピースでちょっとアンプ車に力を加えないと音が出ないですね。はい、まず C メジャースケールを吹いていきます。はい、今スケールだけ吹いてみたんですけど、もう吹いた瞬間にすぐ分かったことが、高音がやっぱり 82Z の方がすごい明るくて、ピッチはシャープじゃないと思う、シャープじゃないと思うんですけど、すごいなんかピーンって感じで、やっぱり部屋全体にすごい広がっていって、すごい綺麗な音色ですね。もう一回ちょっとハイ D を吹いてみます。はい、で次は 875EX でハイ D を吹きます。やっぱり 875EX と 82Z と比べてみると、やっぱり高音が 82Z の方がなんかパーンってパワフルに出て、 875 はなんか丸まった優しい感じの音ができますね。はい、では次ジャズの曲をちょっとだけ吹いてみます。
875EX はディレイがなくて息を入れた瞬間に正確なパーンっていうストレートの音がして、それもすごい気に入ってます。やっぱり僕は慣れてるかもしれないんですけど、 875EX はやっぱりクラシックとかにたくさんアドバタイズメントとかに広告とか出てくるときには 875EX はやっぱりクラシックのためにできてるっていうサクソンって書いてあると思うんですけど、やっぱり僕はそう思いますね。すごいストレートに音が出てくるってことは正確に速いパッセージクラシックとかで吹けると思います。はい、今テナーマッドネスを吹き終わって、また 875EX で今度はクラシックを吹いていきたいと思います。クラシック北京ナチザーダっていう曲のちょっとだけロングトーンがたくさんあって、音色の違いをすごい分かりやすくすごい分かりやすい部分を吹いていきたいと思います。はい、あとマウスピースはヤマハの 4CM ですね。これは 875EX を買った時に一緒についてきたマウスピースです。吹いてみてちょっと感じたことをちょっと正直に教えます。間違ってたらごめんなさい。もうストレートに言うと 875EX はやっぱりクラシックのサクサってたくさんの人が言ってると思うんですが、僕もはっきり言ってそう思いますね。 875EX ってすごいなんか丸い音がして、吹いた瞬間に音がディレイなしでパンっていう音が出てくるからクラシックにはすごい快適なんですけど、82Z はそれと全然違ってジャズに僕はすごいいいと思います。それなぜかというと 82Z はちょっと吹いた時にディレイができて、ディレイができるんですけど、すごいなんか周りに大きな音が出て、もう
あの聞いてる方たちにすごいなんか届きやすい音があるなと思いました。あとあの 82Z にはあのやっぱりクラシックを今吹いていたんですけど、 82Z を使ってやっぱり僕は 82Z を吹いてる時に、まあ、乱暴あのすごい強いて言うとあのこの 82Z を使ってクラシックを吹いていると音がやっぱり高い音は綺麗なんですけどちょっとだけ乱暴で強く吹き続けてしまうあのことが多分あの僕にとってちょっと あったんですけど、あの皆さんもぜひちょっと一回あの吹いてみる機会があったらちょっとあの試してみてください。そして 875EX はあのジャズを吹いてるときにあの音がたまに足りないときがあって、あのクラシックを吹くときはすごいパーンっていう、そう自分で吹いてるから大丈夫なんですけど、あの吹奏楽でもちゃんと負けられない、あの他の人たちとすごいブレンドしやすいあの音を持っています。でもジャズを吹くときにはすごいアンサンブルでドラムとかあのギターとかもっと大きな音の楽器があるでしょ、あるじゃないですか。だからその時にあのこの 875EX のすごいストレートの音だけだとちょっとだけバンドにあの押しつぶされちゃって負けちゃうあの 気は僕もしますね。はい、だからあのすごい簡単にまとめると 875EX はやっぱりクラシックにすごい向いてて、あのベルのテーパーもすごい狭いからあの強いまっすぐした音が出ます。それと 82Z はテーパーが広くてちょっとだけデレイがあるけどあのめっちゃ大きな音がして広あの部屋全体に音が広がっていきます。この2つの楽器はすごい楽器ですね。あの僕も 875EX しか持ってなくて久しぶりに 82Z をレンタルしてみてあの普及クラブの動画を作ったんですが、やっぱりすごい高いしあのなんか高級な楽器なので、あの皆さんももし買うとしたらちゃんと普及比べてすごい自分の好みで選んでみてください。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。 あとついでにもしよければとあのチャンネル登録よろしくお願いします。あの皆さんがチャンネル登録してくれたり再生してくれるとあの僕もすごい励みになって嬉しいです。これからも動画をたくさん作っていきますので楽しみにして待ってください。ありがとうございました。